今回紹介するのは、俺はまだ本気を出していないという漫画です。主人公はこのヘルメスカノーです。他にも姉のフォーラ、家臣のミミス、娼婦のオルティアが主要キャラです。主人公のカノーはカノー男爵家の四男で、一族の落ちこぼれや面汚しと呼ばれ続けていた男です。エロ本を読んだり、娼婦を買うために兄にお金を無心したりとダメ人間なのです。しかし、本当の彼は本気を出していないだけで、本当は頭の回転も速く力も強いという完璧な男だったのです。普通なら勇者とか英雄になっているスペックがあるのに、やる気がない性格のせいでダメ人間を演じていたのです。四男なので家督を継ぐ必要もないので、だらだら生活を続けていたヘルメスですが、状況が一変します。それは兄三人が突然急死してしまったことです。王国主催のパーティーに出席していたところ、隕石が落ちてきて全員死んでしまったのです。王国主催のパーティー会場に隕石が落ちたら、王様含めて全滅じゃないのとか、兄三人がパーティーに出席してるのに、弟のヘルメスはそのことも知らない。どんだけ邪険にされていいんだろうと思いますが、男はヘルメスだけになってしまいました。ただこの時代は女性でも家督を継げるようで、姉のフォーラが家督を継ぐことになりますが、先手を打ってヘルメスの養女になるように王国に申請していたのです。このことで序列が1位になってしまったヘルメスは、カノー家を継ぐことになってしまいます。家の金でダラダラと過ごす、生活を計画していたヘルメスですが、計画が破綻してしまいます。しかし、それでも諦めないヘルメスは、無能だと家臣たちに思わせて、当主から引き継ぎ下ろされて、姉のフォーラに家族を継がせようと考えたのです。多額の借金があることが分かると、暴君になって家臣を首にさせようとします。ちなみに、このジジイ執事のミミスは、ヘルメスになじられて燃えるド M です。鉱脈が、月陰で借金が溜まる一方だったのを銀が大量に含まれているということを初見で見抜いてしまいます。大量の銀が取れることで借金返済の目処が立ってしまい、家臣たちの評価も上がってしまったのです。当主の仕事を数ヶ月行ったヘルメスですが、完全に飽きてしまいます。家臣の評価を下げるために、スライム討伐を単独で行うことにします。最悪のスライムを倒して、いじったところを家臣に見せて、評価を下げようとする、せこい作戦を決行します。ジャガイモみたいのを食べているうちに、スライムを発見して、メラゾマっぽい魔法でサクッと一撃倒せるべす。帰宅して、ミミスに、いきりながら自慢げに報告すると、スライムの中には、スライムロードがいたことがわかります。このスライムロードが強敵で、マジ一つを壊滅させるぐらい、やばい、厄介な、敵で、天才として扱われるほどのモンスターだったんです。最弱のモンスターだと思っていたのが最強と分かってしまい、ヘルメス最強説が浮上してしまいます。さっきのスライムロードを倒したことで、監察官が王国から派遣されることになってしまいます。監察官は不正を取り締まる王国のエリート集団で、今回は王族のリナ殿下までやってきました。本気を出して国王に、実力がバレてしまったら余計面倒くさいことになると思ったヘルメスは弱い炎魔法で時間をかけて倒したということにします。大男の方はアホなので簡単に騙せたのですが、リナ殿下の方は実力を隠していたことがバレてしまい、今後巻き込まれることが確定してしまいます。当主の仕事で出かけるヘルメスとソーラ、わけもわからず温泉にゆったりしていると、猿が温泉に浸かっています。しかし、どんどん大きくなって、モンスター化してしまいます。国王陛下からいただいた土地ということで、猿を討伐することにするヘルメス。本当なら強敵っぽいですが、周囲に被害を出さないために、空に魔法陣を書いて、魔界から呼んだような、牙、邪悪な牙のモンスターに食わせてしまいます。どう考えても、この召喚モンスターの方が悪質ですが、ここもサクッと倒してしまいます。すると、その戦いを姉のソーラーに見られてしまい、温泉を掘るために使った魔剣の影響で、動物が凶悪なモンスターになってしまうので、定期的に倒す必要があるということ。本来は当主が兵を率いて被害を出しながら討伐するということだったのですが、ヘルメスがサクッと一人で倒してしまったことにより、姉の策略にはまってしまいます。領地内に隕石が落ちたという報告をミミスから受け、兄たちが死んだ原因でもあるため、気になったヘルメスが内緒で調査に出かけます。途中でエロジジイがチェアの看板娘の尻を触ってセクハラしていたので、注意をしようとするヘルメスですが、
すごい殺気を受けたことにより、とっさにジジイを倒してしまいます。しかもそのジジイが剣聖だったのです。隕石から魔物が出てきて、その場にいた人たちを襲い出します。目立ちたくないヘルメスは苦戦している演技をして、なんとか倒した風で戦いを終えます。討伐したのはいいですが、その牽制に乗り移ってしまい、今度はピンチを迎えることになってしまいます。ただ、ムキムキジジイになった牽制ですが、本気を出していなかったヘルメスの前には無意味で、牽制魔物バージョンでもサクッと倒してしまいます。このつるべた美少女が牽制の孫のミリアです。ヘルメスの勝負で全盛期の状態でも自分より強いということを理解してしまった剣聖ペルセウスは引退することにします。もともとスケベ7割と剣3割で構成されていた剣聖ですが、剣を引退したことによってスケベ 100% のエロジジになってしまいます。そのエロさは周囲を巻き込み、孫娘の尻を触るまで悪化してしまいます。ヘルメスは自分が優秀だとバレないように、剣聖に他言無用と伝えていたので、剣聖を引退させた犯人を探していたところ、ヘルメスにたどり着いたミディア。強そうな奴を全員倒して回って、ヘルメスの番になったというポンコツなのですが、腕は確かで、剣聖の孫の中でも最強ということです。ただ、ヘルメスには叶うはずもなく、ストーカーした挙句、酔った勢いでミディアに指南をしてしまい、師匠と弟子という関係になってしまいます。毎日鉱山で魔物が現れ困っているところを、加納家当主が現れ倒して立ち去るという噂が広まっていると、娼婦のオルニアから聞くヘルメス。不死身の魔物を倒していると噂が広まれば自分の評価を上がってしまうのでまずいと思ったヘルメスは調査に出かけます。鉱山に到着すると予想通り、ゴーストバスターズのマシュマロンみたいな魔物が襲ってきます。作業員の目の前で無様な姿を見せて評価を作業作戦を考えていたヘルメスですが、魔物は作業員を襲うだけでヘルメスには向かってきてくれません。仕方がなくサクッと倒します。しかし、満月だと街一つを破壊できるぐらい強くなるらしく、ヘルメスの評価がさらに上がることになってしまいます。ただ、この騒動の犯人はまだいると思ったヘルメスは鉱山の中に入ります。すると、鉱山の奥にいたのは、タラトスという青年です。このタラトスとは、姉のソーラの婚約候補になってた人物で、結婚詐欺師という正体をヘルメスが見破っているのを逆恨みして、今回の騒動を起こしたようです。タラトスの剣は、腕前は確かで、姉のソーラを侮辱されたことに起こったヘルメスが、デコピン一撃で倒してしまいます。タラトスは同世代の中なら五本の指に入るという実力者で、しかも名剣サイフォスというすごい剣を持っていたのにヘルメスが瞬殺したということで、またまたヘルメスの評価が上がってしまいます。やる気はないけど最強主人公のヘルメス、ハーレム候補の弟の実力を世間に広めたいブラコンの姉ソーラ、ヘルメスの理解者で意外とキーパーソンの娼婦のオルティア、剣聖の孫のミディア、王族のリナの4人です。そして意外と重要なキャラなのがド M の羊のミミス。やる気がないけど最強主人公のヘルメスが成り上がるまでの物語です。